今日紹介する商品について教えてください。はい、今日紹介する商品は、ソフトレザースツールになります。それでは早速開封してみたいと思います。おー、そのまま入ってる感じだね。そうですね。もう届いてそのまま使えそうな感じですね。よいしょ。じゃん。じゃーん。よいしょ。はい、開封ができました。箱の中にそのまま完成品が入っているので、届いたその日からすぐに簡単に使えそうです。裏を見せてください。はい。裏はこんな感じになってます。これは足が4つついているので、座面も結構クッション性があるので、座り心地も良さそうです。こんな感じで。あ、本当だ。あ、いいね、いいね。柔らかい。柔らかいです。うんうん、厚みがあって、早速座ってみようかなと思います。結構沈み込みすぎず、かといって硬くもなく、ちょうどいい感じです。うんうん、重さはどんな感じですか？持った感じも全然重たくなくて、すごく移動とかもしやすそうです。使うところを選ばずに、どんどんいろんなところで活躍しそうなスツールです。あとは、素材感なんですけど、ソフトレザー、いわゆる合皮を使っているので、お手入れも割としやすいので、結構質感もリアルで、本物の革製品みたいな風合いがあります。と、こういったところにステッチが入っているので、すごく高級感とかおしゃれな感じが出てるかなと思います。可愛いですね。うん、可愛いです。これは4色のうち何色になるんですか？こちらはグレーになります。中身一押しですか？はい。これだと男性の方でもね、うん、シックな感じで使ってもらえるかなと思います。サイズを教えてください。はい、このスツールの、サイズなんですけれども、こちらの、横幅が42センチ でこちらも42センチ。で、高さが43センチになります。一回隣に立ってみてください。はい、よいしょ。だいたい膝ぐらいって感じかな。そうですね、成人男性の膝ぐらい。